シリーズボスの流儀。今日のボスは子供服ブランドとして絶大な人気を誇るミキハウスを一代で築いた木村浩一社長。もうね、娘が1000人以上おりますからもう大変なんです。社員は家族がモットーという木村、成長を続けるその強さの訳に迫る。ボスの取材は今年4月入社式から始まった。取材班が挨拶すると、かっこよくお願いします。足も長くしてもってね、スタミナ系もぶわっと生やしてもって、なるべくこの辺から撮ってくと茶目っ気たっぷりの返答。そんな木村に今年の新入社員の特徴を聞くと、なんて言うんだよ、目の輝き、持ってるエネルギーかな。デザイナーの妻と2人で会社を立ち上げて44年、今では社員630人を抱えるまでになった。カラフルで愛らしいデザインが魅力のミキハウス、大人もの顔負けの値段だが、それでも愛用するファンは多い。一番には可愛いのがもちろんなんですけど、子供の服なんで頻繁に洗濯するんですけど、それでもやっぱり丈夫だなっていうのはすごい実感します。ここ最近は中国人観光客のいわゆる爆買いのターゲットにもなっていて、その勢いはとどまるところを知らない。さらに人気は海を越え、一昨年出店したロンドンの老舗百貨店では居並ぶ高級ブランドと渡り合っていた。 This is one of the most popular item for shoes. They have a very soft sole, very easy to wear. If you look at the inside, there is cotton inside. So many of our customers are happy because you...細部にまでこだわった靴は日本円でおよそ2万6000円もするが、飛ぶように売れるという。総合売上高第1位、池袋東武店です。ミキハウスでは売上や伸び率の優秀店など年に1回表彰し、社員に利益を還元している。なんとこの社員には70万円、100万円を超える社員もいるという。大阪府八尾市の本社、斬新な建物は創業20年の時に自分へのご褒美で建てた。ここに書いてますけど、これできて24年ここで仕事したことありません。その言葉通り、まっさらな机。よいしょ。どうでしょう。やっぱり座り心地悪いね。ではどこで仕事をしているのか。大勢の社員が働くフロアの片隅にデスクがあった。個室にいるより落ち着くという。そのビックルの場面がこのマスクしてる。本社には今も現役デザイナーとして活躍する妻の姿もあった。女房です。会社を始めた当時、彼女は息子に着せたい一心で服を作っていたという。そう、女の子の孫ができましたから、その着せたいと思って作ってます。今や子供服ブランドとして確固たる地位を築いたミキハウス。その強さの訳を尋ねると、三重県の保養所で行われる商品会議に誘われた。中に入ってみると、
会議ではなく、なぜか総出で食事の準備。本格的な会議は翌日だが、前の日から集まっていた。それでは乾杯。こうした集いの場を木村が大事にするのは幼少期の辛い経験からだ。ポリオに感染し、子供の頃は足が不自由でスムーズに歩けず、仲間外れにされることも少なくなかった。そのため人一倍人を観察し、相手が求めるものを考えて生きてきたという。こういう皆さんのこう表情を見てはってどうですか？理想通り。そしていよいよ会議が始まった。前日とは打って変わって漂う緊張感。実はこの会議、消費者のニーズを直接知る販売スタッフが本社の企画担当に直談判する場なのだ。ただ男の子ですと、もうこれしかない、選択肢がちょっとなかったので、ここをもうちょっと女の子の今年の新作でバリエーションを増やしてほしいなというところです。もしかしたら昔はプラットが浜でもなくて売れなかったのかもしれないんですけど、この話あったら絶対売りますし、多分今需要はあると思うんですよね。前日の懇親会のおかげか、販売、企画双方から忌憚のない意見が飛び交う。そしてその場で方針が決まっていった。ツーウェイが欲しいというお声もいただいているもので、ちょっとこれがなくなってしまうっていうふうに思ったんですけど、ここだけで一応なくしていく方向で。これに対し販売側は、1枚で着れるドレスを探しの方おすすめするものがないなっていう形でもあるので、こういったドレスも作っていただきたいなとは思うんですけども。リュウメなんでそれないの？これはすみません、もう、消費者の実績がなくて、まあ、在庫だけでちょっともう消化していくような形をしたんですけど、最後は木村の鶴の一声。確かにこれな、復帰しいな、はい、今話してるの、簡単な話じゃんか。過去の売り上げは重要なデータだ。しかし木村はニーズの変化への柔軟な対応も必要だと諭す。この意見をちゃんと謙虚に受け入れて、もうものづくりしていかんと赤い。熱いやり取りに強さの訳が垣間見えた。最後に企業が生き残る秘訣を聞いた。やっぱり一番大事なのは利益とかそういうものが先にあったり、売り上げが先にないいうことなんですよね。お客さんのニーズがあって、でそれに応えれる会社が成長したりで残っていくんやろうなと思いますわ。どこまでもニーズに応えるというボスのブレない哲学がこの会社の成長を支えている。